はい、皆さんこんにちは。やるやんチャンネルのヤマトです。今回ご紹介するパーティーはこちら。ウェンティ、カンウ、ディオナ、そして神里アヤトの4人からなるモルガナの亜種、アルカナ編成です。名前は適当に言ってますが、マジで強いので名前がつくかもしれません。神里アヤトの18秒と長い元素爆発を使うことによって、長時間凍結反応を起こさせ、敵をほとんど行動させることなく、一方的にこちらが殴り続けることができる、というそんなパーティーになっています。ループ性能も高く、アヤト自体がとても使いやすい性能をしているので、オリジナルのモルガナ編成より使用感はとても簡単です。このパーティーは敵が大人数の時に進化を発揮します。その境界線は3体以上で、それより下の場合はウェンディのところをカエデハラカズハにする方がダメージをより上げることができます。そのため今回は3体以上の複数戦闘においての話になるので、あらかじめご了承ください。まずはその強さを螺旋12層でお見せいたします。どうぞ。風だ。ここだよ。この仕事は排除するべきですね。ディオナの特製ドリンクじゃ。高速決心。総流水泳。とっよ。ふっつよ。ふっよ。神里流水。逃げようなんて思わないでよね。瑠璃のように落ちなさい。三尺の修正。風だ。ふう。岩王帝君のために。はい、いかがだったでしょうか。この編成での強みは次の4つです。ほぼ無限に凍結できる。完璧なシステムとして成り立っている。生物の厳選難易度が低め。星4武器でも十分な火力の4つです。まず、このパーティーの一番の長所。ほぼ無限に凍結できるについて。後で立ち回りについてご紹介しますが、この立ち回りを使うと凍結する敵であれば、ほぼ無限に行動不能にすることができます。脱出不可能な氷の牢獄状態というところですね。続いて2つ目の完璧なシステムとして成り立っていることについて。全キャラのスキルや元素爆発、武器の効果に至るまで必要な時に使える状態になっているので、同じことを繰り返し行えるシステムとして完成しています。続いて3つ目の生物の厳選難易度が低めということですが、メインアタッカーである神里アヤトに必要な生物が、しめ縄、剣闘士、雷筋、沈輪と選択肢の幅が広く、その中でも揃えやすい剣闘士があるので、比較的揃えるのが容易です。そしてもちろん厳選を進めれば進めるほど、どんどんパーティーが強力になっていくので、とてもやりがいのある編成になっています。最後に星4武器でも十分な火力を出せる。これはそのままの意味で、今回は神里アヤトには黒剣を持たせています。では立ち回りについてです。神里アヤトの元素爆発から始まり、ウェンティの元素爆発、ウェンティのスキル1回押し、カンウの元素爆発、カンウのスキル、ディオナの元素爆発、ディオナのスキル、そして、祭礼の効果で、さらにもう一回ディオナのスキル。最後に、神里アヤトのスキルからの通常連打。ここは、スキル効果が切れるまで連打して問題ありません。はい、という感じで、これの繰り返しになります。では、個別でキャラを見ていきます。まずは、神里アヤト。今回のメインアタッカーです。元素爆発による水元素の継続的な付与と、スキルによる高威力な水元素の範囲ダメージを与えます。
武器は波乱か万眼結録。星4武器以下であれば、黒剣か黎明の神剣を使うのも手です。聖遺物は雷金4セットがベストですが、剣闘士4セット、鎮輪4セット、締め剣などもおすすめです。続いてウェンティです。元素爆発による敵の襲敵とデバフの付与、元素エネルギーの回収を担当します。武器は終焉や刀極。星4武器であればセピロス弓か絶縁がおすすめです。聖遺物は水力4セット一択で、武器を刀極か絶縁を選択した場合は、時計を元素チャージ効率にする必要があります。続いてカンウです。元素爆発による長時間の氷元素の付与を担当します。神里綾斗に次ぐダメージを与えることができるので、役割はサブアタッカーになります。武器は終焉か刀極。星4武器であれば絶縁かセピュロス弓がおすすめです。この編成では銃撃を使わないので、アモスやハマーの弓などは逆に DPS を下げてしまうので注意しましょう。生物は絶縁4セットか強風4セットがベストです。関羽の元素チャージ効率は150を目処に持っていきましょう。最後にディオナです。ヒル、公主剣尾による元素エネルギーの回収及びシールド、元素爆発による氷元素の付与と回復を担当します。関羽と組むことで氷の元素共鳴を発動できるので、回心率 15% を全体に盛ることもできます。武器は祭礼の弓一択です。聖遺物は吸気族4セットか絶縁4セットで、メインステは回復量を上げるために HP を盛るようにしましょう。というわけで解説は以上で実践に入ります。それではどうぞ。逃げようなんて思わないでよね。ここだよ。ガンウォーテイ君のために。そうかん、ディオナが特製ドリンクじゃ。高速決心よっとっとっと神悟りは水友。おっ、風だ。というわけで今回の動画は以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またやるやんチャンネルでは週1で土日のお昼に配信も行っていますので、気軽に遊びに来てください。
それではさよなら。